スロバキア、スロバキア共和国、スロバキア共、ウアー国、通称スロバキアは、中央ヨーロッパの共和制国家。首都はブラチスラバで、北西にチェコ、北にポーランド、東にウクライナ、南にハンガリー、南西にオーストリアと隣接する。古代には、サモ王国、623年から658年、モラビア王国として、独立を保った期間もあったが、 この地のスラブ人は千年間少数民族としてハンガリー王国の支配下にあってハンガリーにとっても歴史的に重要な地域であり多くのハンガリー人の出身地ハンガリー貴族の発祥地でもある元来スラブ系でハンガリー文化に同化したものも多い第一次世界大戦後オーストリアハンガリー帝国からチェコと合併する形で独立しその後 1989年のビロード革命による共産党政権崩壊を経て、1993年1月1日にチェコスロバキアから分離独立し、現在に至る。正式名称は、通称スラベンスコ、スロベンスコ。日本語の表記は、スロバキア共和国。通称スロバキア。英語表記はスローバック、国民、形容詞ともスローバック。 スロバキアの語源は、スラブ、スラブであり、これは、スロベニアと同じである。そのため類似した国名になっている。スキタイトラキア人のルサチア文化や、ハルシタット文化が栄えていたが、鉄器時代末期に、ケルト人、ボイイ族の侵略によって崩壊し、に転換した。一世紀頃ゲルマン人、ダキア人が侵略し、ローマ帝国の拡大で、プコフ文化が消滅した。 マルコマンに戦争のパンノニア遠征、168年から169年。2世紀及び3世紀に、噴族が5から6世紀頃に、ゲルマン人、東ゴート人、ランゴバルド人、ゲピド人、ヘルウル人がパンノニア平原に移住してきた。568年には、アバール人が占領し、アバール加岸国を樹立。623年、スラブ人の反乱が成功して、 サモ王国、623年から658年が樹立された。9世紀に、現在のスロバキア、モラビア、ボヘミア、シレジア地方に大モラビア王国が成立。スロバキアでは大モラビア王国が、スロバキア人による王国であると主張する者も,もいるが、歴史学的には証明できる事実ではない。またこの地域のスラブ人が、現在のように簡単に、チェコ人、 スロバキア人などというように分類できない面があった。10世紀になるとマジャル人の侵入を受け、ハンガリー王国が成立すると、この地域は北部ハンガリーと呼ばれ、ハンガリーの一地域として扱われるようになる。ただし、ハンガリーに比べて、スラブ人の多い地域であった。さらに、オスマン帝国がハンガリーに侵入すると、王領ハンガリーの一部としてオーストリア大公国の、 支配を受けるようになり、ブラチスラバ、ポジョニーにハンガリー王国の首都が移され、ハンガリーにとっても北部ハンガリーは重要な地域とみなされるようになった。この首都移転は北部ハンガリーの人口バランスを狂わせるもので増加したマジャル人に対して北部ハンガリーのスラブ人の反感は高まった。19世紀の中頃に民族主義の流れによって 周辺のスラブ人が、それぞれ、クロアチア人、クロアチアのスラブ人から、ボヘミア人、ボヘミアのスラブ人からと呼び名を変えていく中で、北部ハンガリーでは、自らの地域、北部ハンガリー地域のスラブ語に転化したスロバキアと、名付け、自らを、スロバキア人、自分たちが話す言語をスロバキア語であると、主張するようになった。またこの頃、勢力の大きいマジャル人に対して、チェコ人、 チェックビトとスロバキア人の連合が主張され、始めるようになった。オーストリア・ハンガリー二重帝国体制下においては、チェコ、スロバキアは共に、連邦国家構想を支持していたが第一次、世界大戦の終了と共に、オーストリア・ハンガリー帝国は崩壊。1918年、独立運動の指導者トマーシュ・マサリクは、チェコスロバキアは、民族自決の対象となる。 単一のチェコスロバキア人国家として独立を宣言した。さらにハンガリーに侵入して北部ハンガリーのほとんどの地域をハンガリーから集奪した。これが現在のスロバキア国家の基本的な領土となっている。しかしこの行動はハンガリー等で領土回復運動が高まるきっかけとなった。スロバキア国民議会で1992年に採択され、 翌年1月の連邦制改賞と共に発行した新憲法は、スロバキアを議会制民主主義国家と規定している。国家元首は、任期5年の大統領で、現在アンドレーキスカが務める。当初は議会により選出されていたが、1999年に直接選挙による選出となった。立法府である、スロバキア共和国国民議会は、任期4年。 定数150の一員制。首相は国民議会の獲得議席数が最も多い政党から大統領が指名し、与党が議席の過半数を占めることができない場合は、改めて時点の政党から指名する。2010年国民議会選挙では、中道左派政党の住める方向、社会民主主義、スマー SD が議席数を伸ばして第一党の座を維持した一方、 連立を組んでいた民族主義政党のスロバキア国民党、SN やポピュリスト政党の人民党、民主スロバキア運動、SHZDS が惨敗し、ロベルトヒソ連立政権が崩壊。妻 SD 党首のヒソは選挙後、ガシュパロビッチ大統領から最初に首相指を受けたものの、過半数を占める連立政権を組むことができなかったため、第二党で、 中道右派政党のスロバキア民主キリスト教連合民主党 SDKDS 選挙対策本部長を務めたラジチョバー代わって首相指名を受け中道右派の自由と連帯 SAS キリスト教民主運動 KDH 及びハンガリー人政党のモスとシ、モースト HD による連立政権が発足した2011年11月の 欧州金融安定ファシリティ機能拡充条約批准にスマー SD が協力した際の合意に基づき2012年3月に繰り上げ総選挙が実施されたその結果スマー SD が単独で議席の過半数を獲得し政権を奪回スマー SD 党首のロベルトヒソが首相となったスロバキアは連邦制解消後の1996年に 大規模な地方行政区分の再編が行われ、現在は八つの県、クライが設けられている。第二次世界大戦前のチェコスロバキア時代は、クライより上位のクライナ、州区分があり、スロバキア州、クライナスラベンスカが設けられていた。戦後は六県、後三県に再編された後、ブラチスラバ、西部スロバキア、中部スロバキア、 東部スロバキアの4県体制が1990年まで続いた。県の階には78のオークレース、軍および138のメスト、首都、4つのボジェンスキー・アブバド、軍区を含む2883のオベック、村が設けられている。スロバキアの国土は東西 400km、南北 200km という比較的小規模なものである。 しかしながら、国土面積に比べて気候は変化に富んでいる。基調となっているのは大陸性気候である。首都ブラチスラバの位置する西部は、欠片の気候区分でいう西岸海洋性気候、CFB、中央部は温暖湿潤気候、CF、東部は湿潤大陸性気候、DFB である。ブラチスラバの平均気温はマイナス0.7度、1月19.1度、 7月、年平均降水量は649ミ、mm、リメートルで、ある。高度が上がるほど雨量が増し、中央北部のタトラ山地では2000ミリメートルに達する。このような気候を受け、国土の1、3が森林であるほか、ステップ性の草原も残っている。工業国のチェコに比べ、スロバキアは昔から農業国だったが、最近では、フランスの PSA ・プジョーシトロエニア韓国の キア自動車が工場を設立している。2009年1月1日に通過をスロバキアコロナからユーロに切り替えた。スロバキアはマグネシウムを中心とした無機鉱物資源に恵まれている。マグネシウムの産出量は2002年時点で世界第な位、シェア4.5%の50万トン。鉄鋼、金鋼も採掘されている。 有機鉱物資源は三百四十二万トンのアタン、カッタンが中心である。ただし、原油の産出量は四点六万トンに止まる。2001年の国勢調査による民族構成は、スロバキア人が八八十五点パーセント、マジャール人が九点七パーセント、ローマが一点七パーセント、チェックビトが零点八パーセントである。この他に、チェックビトではなく、モラビア人。 シレジア人としてのメンタリティを持っているもの、ルテニア人、ウクライナ人、ドイツ人、ポーランド人、クロアチア人がいるがその総数はおよそ2%である。現代のスロバキアは比較的均一性の高い国民国家としての性格を有している。ただし現在のような民族構成になったのは第二次世界大戦以降である。スロバキアは歴史的経緯から マジャール人、ドイツ人、ドイツ植民、ルテニア人、ハンガリー王国に流れ込んだ、ウクライナ人、ロマ、ジプシーも多く入り組んで住んでいた。さらには、ユダヤ人のコミュニティも多かった。スロバキアのすべての町村にスロバキア語以外に、ハンガリー語の名称があり、また多くの都市がドイツ語名を持っているのこのためである。マジャール人が多いのは、かつて、スロバキアが北部ハンガリーとして、 ハンガリー王国の領域に完全に組み込まれていたためである。スロバキア人は元来山岳民族であり、特にハンガリー平原に連続する南部平地部の住民はほとんどすべてハンガリー系住民であった。また、ドイツ人については、その移住の時期、理由、植民、鉱山労働、宗教的迫害などは様々である。 1919年のサンジェルマン条約でオーストリア・ハンガリー帝国が1920年のトリアノン条約でハンガリー王国の解体が行われ、この解体に反対する者も多かったドナウ連邦構想、ハンスラブ主義に加担したスロバキア人は、かつてのハンガリー王国による生への報復として、ハンガリー人、ドイツ人の居住地を大きくえぐり取り、 チェコと合併した形で独立を果たした。この過程でマジャール人とドイツ人の一部がスロバキアから追い出されている。以降マジャール人に関してはその後も一定数を占め、現在でもスロバキアにおいて最も大きいマイノリティ集団となっている。ドイツ人については最終的に第二次大戦後にそのほとんどが強制的追放された。ユダヤ人については 他の中東欧諸国と同じように、第二次大戦を境にして、コミュニティのほぼすべてが消滅した。言語はスロバキア語が公用語である。また、一部でハンガリー語も使われている。英語は通じないことが多い。2004年の調査によると、カトリックが最も多く60.3%を占める。ついで宗教的メンタリティを持たないものが9.7%。 プロテスタントが8.4%、ギリシャカトリックが4.1%、東方正教会が4.1%等である。スロバキア国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が4件、さらに、ウクライナにまたがって1件の自然遺産が、ハンガリーにまたがって1件の自然遺産が存在する。国家宿休日及び記念日法。 スロバキア共和国国民議会1993年法律第241号に定める国家の祝日、シュタットン・スビッケ、国民の休日、ニー・プラコベン・ホポコジャは次の通り、国家祝休日及び記念日法に定める記念日、パメトン2位は次の通り、平日扱いとなる。スロバキアではサッカーが国民的スポーツであり、 ホルトゥナリーガを頂点としたリーグがある。カヌー競技の競合として知られており、国際大会で主流の人工コースなど、練習環境が充実している。そのため、日本の羽田拓也のように自国から練習拠点を移す選手も多い。この他にも、スキーやアイスホッケーなどのウィンタースポーツが盛んである。ベーターサガンの活躍から自転車競技熱も高まりつつ、ある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。